はいみなさん、えー、こんにちは。今回もブルーでね、頑張ってこの動画を撮っていこうかなっていう感じです。本日はね、木曜日なんですけども。 いや、本日もね、私いつも言ってますけど、いつも忙しい。<laughs> YouTube もい,っいつも忙しい。自分の仕事も忙しいっていうことでね。まあ最近はですね、こういったようなね、忙しい生活をさせてもらってるというようなことに、なんかね、えー、生きてるなぁみたいなことをね、最近考えておりますけどね。まああの、あとね、10年生きられるのか20年生きられるかわかりませんけども、まあそういった中でね、やっぱりね、忙しくしていろいろなね、活動ができてるっていうこと自体がなんか最近はね、うん、いいんじゃないかなーみたいなね。 一種の幸せかななみたいい、ことも考えております、はいえー、ますはあ私のことはどうでもいいんですけどね今回のね、えー、話題に関してはですねはい上皇ご夫妻に関する話題なんですけどね、えー、本日のちょっとニュースでいきなりドカーンと出てきてですね、えー、これ何っていう風なね ちょっっとね、報道があったんですよ。前からねこの私はねあこの上皇ご夫妻に関する報道何かどっかちょっと行きましたねっていうことでなんか大きな記事をですね、えー、日本のそれこそ地上波のテレビだとかもしくはねそのウェブ上の報道なんかでもバンバン出てくるんですけど まあね、皆さんもご存知の通り、ご隠居されているこの上皇ご夫妻の報道をなぜね、するのかっていうことで、前から疑問を持っていたんですけど、いや、今回の報道はね、それにも増して、もう疑問だらけだったんですね。故にね、なんかね、どうしてこんなものを報道するのか、もしくは報道させてるのかといったようなことに関してね、 えちょっと話をしたいなと思います。でね、えー、ちょっとね、その本題というかですね、今日の、えー、そのね、上皇ご夫妻のご訪問の前にね、ちょっと今ご覧になっていただいている、まあ、この画像なんですけど、これはね、約ね2週間前、確か9月の12日だったと思いますけども、やっぱりですね、上皇ご夫妻が、えー、港区のね、国立新美術館を訪問しましたって言った時に、これはね、どこだっけな。 まあそういったようなね、報道があったんですね。で、その時のね、画像なんですけど、まあね、車に乗られていてね、まあ,あのそういったようなことなんですけど、この時にはたまたまね、イギリスのその美術館から光をテーマに、テーマとした作品をね、集めた特別展をやっていたということで、えー、約ね、1時間、1時間だけね、滞在されてすぐに戻ったっていうことらしいんですけどね。まああの、今ちょっとご覧、えー、画像をね、ご覧になっていただいた通りですね、 まあなんか知らないけど車の中からねなんかニコニコしててねなんか私は元気よみたいなねそういったようなことをねえ国民の皆さんにえ見せたいのかなんかわかりませんけどもねなんか美術館を1時間訪問したっていうことでこの時もね思いましたけどねなんでこんなことで報道するのかっていったようなことは思ってましたけどまあそういったようなまずねえこういった報道というのがしょっちゅうありますよね えー、とにかくね、この上皇ご夫妻がどっかに出かけますよ、どっかに散歩に出かけますよ、みたいな動画までね、えー、結構メディアはね、こぞって報道してるとは、ななのかなっていう気がしますけどね。片やね、天皇皇后両陛下、そして敏宮愛子様のね、画像はそれに比較すると少ないすぎるんじゃないのっていうような、私は気はいたしますけどね。こういうとこもさ、警務所がせっかく広報室があるんだから、そのね、警務長が温度取ってね、しっかりとした報道をさせなきゃダメだよね。 といったようなことなんですけど、はい、でね、ちょっと、ね、今回のね、えー、やっぱり今朝というか、ね、本日の午後かな、ちょっと報道が出ていた内容を、ね、これはね、どこだっけな、TBS がちょっとね、一番最初に報道してたんですけど、も、ちょっとそれをね、今からご覧になってもらいます。はい、えー、それでですね、今ちょっとね、えー、ご覧になっていただいておりますけど、一番下にね、結構ね、大きめに写真貼ってけたんですけど、も、この写真何みたいな感じですよね。これね、あの えー、まあ、みて子様がですね、実際に立ち上がって、マイクロバスの中から、なんかね、手を振っていたようなね、えー、そういったようなことらしいんだけど、なんかこれ、誰かさっぱり分かんないよね。よくこんなね、ピンボケというかですね、こんなボケたような写真をね、バンと出して、報道してるのかっていうようなことを、本当に思いましたね。まずね、これ一つ目これ。これはね、今回 TBS が報道してますけどもで、内容がまたね、呆れちゃいました。というのもね、まあ、あの、今言ったように、バスの中で立ち上がって手を振るね、上皇后様 だから何なのって、これ、だから何って、この、このね、一番最後のね、文字っていうかね、この、だから何だけは私が勝手に書きましたけどね。まあ、そういったような表題で、まあ、この TBS のね、報道の内容、それも読みますけど、上皇ご夫妻は本日ね、午前中に昭和記念公園を訪れ、マイクロバスで園内を移動し散策を楽しまれたと。 えーで、上皇后様がバスの中で立ち上がり、沿道の人たちに手を振られる場面もありました。ということで、下の写真なんだけど、これ誰みたいなね。<laughs> これ,これど,かどこのおばあさんみたいな感じですよね。よくこんな写真上げてね、報道するかなっていうふうに思いますよ。まずそれがね、非常に違和感を感じた一点なんですけど、私はね、それ以上に違和感どころがですね、これ本当に何なのみたいな感じで、えー、受けたのはですね、今からちょっとお話しさせてもらいます。でね、今言いましたように、まあ、 あの、昭和記念公園をね、訪れたっていうことですけども、まあ皆さんもご存知かもしれませんけど、この昭和天、昭和記念公園ってね、えー、この昭和天皇の、えー、まあ在50年のね、記念事業の一環として、えー、たたれま作られましたよね。そういったような、えー、国営の公園なんですけども、その公園の中にはね、 えこのそれこそですね昭和天皇と皇皇と后のでですすね遺品がいいいっぱい展示されているわけですよ当然今回ねこのね昭和記念公園を訪れたというようなことでえこの上皇ご夫妻においてはねえそのねえ実際のえまあ展示されている遺品とはねご覧になったのかなと思ったんですけどもなんか関係者によるとというふうには書いておりますけど本日はそこには立ち寄らなかったっていう話なんですよ。 じゃあ、何のために行ったんですかって話ですよね。ただ単にね、公園に行ってですね、はい、えー、なんかね、えー、日本はまだ暑いね、みたいなことで、えー、ちょっとね、外に出て涼んでたんですかみたいなね、そんなような感じでしょ肝心なもの見に行ってないんですよ。といったようなことで、しかもですね、今回ね、1時間ぐらい、えー、要はね、ご夫妻は1時間ほど滞在をして、えー、午後のね、12時半、0時半ぐらいには、 公演を後にされたというやーでもそういったような何しに行ったかさっぱりわからないようなこの上皇ご夫妻の行動に関して TBS がさっきのねというかこのお見せしてるようなねでっかいなんかこれ誰みたいな写真をくっつけて報道してるわけですよすっごいわかるんですよねあまりにもおかしいよね どう考えたとしても、ね、とにかく報道してよって誰かが言ってるんじゃないんですか、お皿さんっていうふうに私は思いますけどね。だ、出なかったらこんなような記事ね、誰が読みたいんですかっていうふうに思いますけどね。まあ中にはね、えー、それこそお皿さんというと、いまだにね、すごい人気のね、まあ秋新の方々を中心にしてそういったね、お皿様っていう人がいっぱいいるから、まあそういったようなね、ほんとごくわずかの人たちは、えー、まあこのね、 この写真でも喜ぶのかもしれないけど、普通の一般のね、残りの90%以上の一般の国民がこれ見てね、誰っていうふうに思いますよね。そういったようなわけのわからない写真を貼り付けて、なおかつね、見なきゃいけないところを見ていない、その1時間ぐらいの昭和記念公演に行かれたというような上皇ご夫妻の報道をしているこの TBS も何なんですかみたいな感じですよね。 いや、本当にね、そういったのことを今回はね、思いました。私もね、今までね、えー、上皇ご夫妻がどこに行ったどこに行ったあそこに行ったあれ見てきたね、えーえー、これでお借りになったとか、いろんな報道が出てきて、その度になんかね、動画でも作ろうかなと思ってましたけど、なんかちょっと作ること自体なんかね、なんかね、うましかだなみたいなことを思ってですね、<laughs> 全然やってなかったけど、さすがにね、本日のこれを見たときにね、さっきね、今、えー、ご覧になってもらってるこの写真とね、えー、あとはそのね、 実際のこのあれですよ、えーまあ、昭和天皇とね、えー、皇淳皇后のこの遺品等を見に行ってないわけですよね。ほんと何しに行ったのと何しに行ったか分かんないのを報道してるこの TBS もう本当にに訳分からないっていう感じですよね。もう1回変えますはいということでですね、まあ、本日ポンと出てきたね上皇ご夫妻に関する、えー、昭和記念公園を訪れたといったようなニュースなんですけど。 これニュースじゃないよね。はっきり言ってね。報道する価値なんか全然ないじゃんって。これを見てね、どれほどの国民がですね、一般の日本の国民が見てね、ふん、そうなんだっていうふうにこの記事読むんですかね。なんか私この記事を読んだ時に、なんか騙されたみたいな感じだったんですよ。何この記事は読む価値な。読む価値も当然なかったんですけど、読んだことによってなんか騙されたみたいなね。そういったような感じさえ受けた。 えー、この記事だったですね。いや本当にねひでえなというふうに思いますよ。でさっきも言いましたようにこういったようなね上皇ご夫妻がどっかに行きましたよってことでいっぱい報道が出るんですけどまあそれに比べてねまあ同じぐらいもしくはねもしかしたら数も少ないかもしれないよね。この天皇ご一家の、えーまあ、画像だとかね写真だとか国民はやっぱりそれをいっぱい見たいんだけどね、まあ、先日のその那須の御用邸のね、えー、ご使用されてる 当の写真とかね、実際の画像とは結構出ましたけど、それ以外ね、特にやっぱりね、私なんかね、愛子様の画像なんかいっぱい見たいんだけどね、なかなか出てこないしね、これってなんかね、やっぱりね、刑務庁の広報室なんか歪んでるよっていうふうに思いませんか私はそんなような感じがしてなりません。はい、といったようなことでね、ちょっとあまりにもね、今回のこの TBS の報道はめちゃくちゃだなと思ってね、まあ、ぜひ皆さんのご意見もね、お聞きしたいと思って動画を上げました。 おかしいよねって感じですよね。はい、皆さんどのように読まれますか。それじゃね、バイバーイ。